今回はほとんどの日本人が間違っている専属用の方法というテーマでお伝えします。おお盆が近づいてきてきさまざまな方からですねお墓参りの方法や仏壇参りの方法ですよねいろんな質問であったりいただくんですけどもこれね質問をいただく中でほとんどの方が間違ってる。でこうした方がいいですよっていうふうにしてお伝えしていることですねこれはね。 お墓参りしない方も先祖供養しない方も非常に重要なためになるお話なのでぜひですね最後まで聞いていただけたら非常に嬉しいですそもそも先祖供養という考え方ですねこれは仏教的な考え方でございますね、まあ要はですね仏教的な考え方で言いますと人間っていうのは輪廻転生繰り返すほどにですね合であったりカルマを積んでいくで我々のご先祖さんもそうで 多ければ多いほど多くのカルマがあるということですね。で、その影響が我々に来てそれがですよね。人生の不運であったり、不幸になってしまうだから、専属用することによって5カルマを沈めましょう。よっていうのが専属用の考え方だということですね。ま御霊沈めです。まあ、これもね日本人の独特のまあ、風習ではあるわけなんですけどね。ただ仏教的です。 じゃあ神道の場合のこの先祖に対する考え方は何かって言ったら,亡くなったら人は皆神であると,いうことです、ね、そう「人は死んだら神になる」で。でこの考え方の表れがですねよくですね永久戦犯の合詞が「どう」とか「あ」とか他国から「どう」とか「あ」あとか言われたりするわけなんですけれどもこれはですねそもそも「なくなったら人は皆神様」なので「 日本人はやはやり神道の国ですだから他国からわーわー言われるっていうのはこれは内政干渉です、ね、まあ何でしょうね例えがちょっと違うかもしれませんけれどもアメリカの大統領がですね就任演説の時に聖書をこう手を置いてやるとおかしいやろっていうぐらいですねおかしなことを言われてるわけなんですね。もし私がです、ね、総理大臣になったら 他国からわーわー言われなくなるまでですね毎日靖国神社行ってやろうかとですね思ったりするわけなんですけどもこれ話が逸れてますね専属用の方法でございますそもそも日本人は神道の国そういう意味ではですね亡くなったら人はみんな神様なんだまあ、そういう目で見てる方がいいんじゃないのかということなんですけどもしかしですねこの専属用重要だということなんですね でこのね先祖供養をする中で何が一体重要かといいますとこれはお供え物なんですねで例えば、まあ、ろうそく火灯したり線香を焚いたり、まあ、これ大事なんですけれどもお供ええ物物でこう食べ物を備、ね、ますでここがね重要なポイントなんですけどねまずですね あ,のあまりおすすめでないのがですねこれは例えばおそうめんとか果物とか,なんかポテトチップスとか買ってきたものとかですよねこれ田舎に多かったりするんですけどもまず買ってきたら一回仏壇に備えてからそれ食べるっていう方いらっしゃいますこれは正直あまりおすすめしませんなぜかと言いますとご先祖さんがですねこれはつまりは エネルギーが抜かれたものを食べちゃうということになるわけなんですね。でね、あの害はないのかもしれません。しかし、エネルギーが抜かれてしまうということなんですね。だから、こういう話をするとですね、私、今まで全部ご飯ですよね、仏壇に備えてから食べてましたみたいな方がいらっしゃるんですけども、まあ、悪くないかもしれません。ただ、今後、あんまりお勧めしません。これはエネルギーが抜かれてしまいます。で、これね。 逆は神棚なんですよね神棚に食物を捧げるご飯を捧げるとそのエネルギーによって神経を受けてご飯がよりおいしくなったりするっていうことなんですね。で我々ユニワというお店をさせてもらってますけれどもユニ庭ではですねそういった入ってきた食材ですよねまず神棚に捧げるもしくは神棚に捧げるような気持ちで扱うということなんですね。そしたら その食べ物の持つエネルギーというものが上がって、それを食べた人は開運するという感じなんですね。で、ここが重要です。で、実際これね、実験したことあるんですよ。炊きたてのご飯を仏壇に捧げました。ほんなどれぐらいエネルギーなくなるかっていう感じですよね。本当にね、味なくなります。逆に炊きたてのご飯ですよね。神棚に捧げてから食べます。そうしたら、これ何かって言ったら。 あのご飯にエネルギー入ってより甘くなったり、より美味しくなったりするっていうことなんですね。ちなみにね、イニワではこのね、食事を提供する、提供お願いしますっていうですね。料理した人が提供する台のとこですね。ここしめ縄をかけてですね、神棚に見立ててるわけなんですね。だから、そこに置いたらご飯が美味しくなるよっていうふうな仕組みを作ってるわけなんですけども、今回のテーマは。先祖用なんですね。 じゃあどうやってお供え物をしたらいいのってことなんですよ。お供え物が悪いわけじゃないんです。これはやり方の問題です。で、おすすめのやり方は何かって言ったら、食べれるものをお供えするということでございます。例えばね、おそうめんですよね。そのまま麺をボンとこう置く人います。で、これはあんまりおすすめしません。もしおそうめんをお供えしたいのであれば、ちゃんと人間が食べれる状態で湯がいてからお供えするということですね。 この方があの世の仏様は喜びます。はい。でもこれはですね、果物もそうですよね。果物を買ってきました。はい、そのままボンと置きますじゃなくて、皮むいて人間が食べれる状態にしてからお供えする。これがいいんです。でね、量はそんなに多くなくて構いません。少量でもエネルギーが届くというところが実はポイントなんですよね。だから、まあ、おそうめんであればですよね、本当に、まあ、お茶碗一杯もいらないぐらいです。ね。 果物であれば一切れで構いません。で、ご飯であれば小皿でも構いません。まあ、多くてもいいんですけどね、別にね。でも、エネルギーを仏様に届けるっていうつもりでお供えするようにしてください。で、そのエネルギーによって仏様は成仏する。まあ、神道的に言いますと、鎮魂されるということなんですね。で、このことはですね、 お墓参りでもそうでして例えばですねお墓参りの時もですねこれはですね何か炊きたてのご飯とか別におにぎりとか持ってってもいいんですけれども、まあ、なかなかねおにぎり持っていけるっていう方も少ないかもしれないのでこれはですね例えばおまんじゅうであったりね、えー、和菓子であったりですよね、まあ、そういったものをですね袋を破ってお供えするということですね。 で紙の上に置いてお墓参りしているときにどうぞご先祖さんこのエネルギーをいただいてくださいといった気持ちでお供えするということが結構おすすめですじゃあねお供え終わった食べ物一体どうしたらいいのってことなんですけども、まあ、エネルギー持ってかれてるだけなんで食べても害はないかもしれませんでもちょっとこれねもうどうかなっていう場合は別に食べずに捨てても構いません、はい、そうやって仏様にエネルギーを捧げるということが 大事だとといいうことでございます、ね、そうやってってことですねなん、まあ、でかってことなんですけどね本当に10代とか20代とか30代とかそのまま遡ったら餓死しているご先祖さんも多くいらっしゃるっていうことなんですね。 で昔からですね、やっぱり日本人ですよね、そういった餓死し,した霊が不運であったり不幸であったり悩み苦しみにつながるということで、ガキ供養というものを行ってきました。まあ、我々のですね、ご先祖さんの中にもガキ霊というのがいて、これがですね、結構不運不幸につながってる。だからこそですよね、先祖供養ということでですね、これは、あのそういったエネルギーを捧げるつもりでお供えしましょうということが最大のポイントです。そしてもう一つのポイントは、 食物はやはりですねあのエネルギーを授かるための儀式だということなんですね。これは開運ののための儀式でございますちなみにこれもそうなんですけれども今度ね戸隠神社の参拝セミナーを行うんですけれども神様の名前ですね御神名多力をって言いますこの田力っていうのは手の力とも言えるんですけれどももともとは音から来てるでしょう。何かと言いますと 田んぼの力だとということですねそう田んぼの力稲の力稲穂の力が開運のエネルギーに結びつくという考え方もあるということです。ね。そういうことでですね今日本人ですよね全体的に不運であったり不安であったりコロナどうなるのかなみたいなそんな感じですよね。そういった岩とガで魔物が調涼ばっこするような闇に覆われたようなそんな時代の流れでございます。だからこそですよね 稲の力、ご飯の力食べ物の力が大事なんじゃないのかなと思っております。はい、ということで無料企画、もやっておりますそして、えー、このねお盆の時のご飯の話なんですけどもこのことについては私の仲間のですねチコ店長もお盆の時のおすすめの食べ物みたいな感じで YouTube チャンネルでもお届けしてくれると思いますので是非ですねご覧になっていただければと思います。はい、今回は ほとんどの日本人が間違っている専属用の方法ということでお伝えさせていただきましたあなたの開運をお祈りしておりますハガヒカルでした